日本東京都江東区深川深川は東京都江東区の町名。現行行政地名は深川1丁目及び深川2丁目。以前の亀住町、万年町、冬木町1丁目、和倉町1丁目にあたる。郵便番号は135-0033。全般的に深川と呼ばれる場合は深川1、2丁目だけでなく、より広域を指し、 かつての深川区全域にあたる。東京都江東区の西側に位置し、深川地域に属する。北で平野、東で冬木、南で富岡、南西で門前中町、西で福住と隣接する。江東区深川は首都高速9号線深川線の北側から運河までの一帯で、北西端には清澄橋、北東端には木更木橋があり。 清澄通りを境に西側が一丁目、東側が二丁目になる。当地を含む広域の深川一帯は地名を冠した深川丼が名物としても知られる。いわゆる深川と呼ばれる広域地域は、慶長の初期江戸がまだ町づくりを始めたばかりの頃、摂津国から移住してきた深川八郎江門が同長川北岸一帯の開拓を行い、その 深川の名字を尊名とし、これがこの地一帯を呼ぶ名称となった。江戸初期には、両市町だったが、明暦の大会以降に開発され、万治2年に両国境が架けられたことで急速にとしかし、永大寺の門前は、料理屋や屋台の並ぶ繁華街になり、やがて丘場所ができ、信仰と交楽の場所として、多くの人々が訪れる地域となった。 この広域の深川一帯には、材木商人として、財を成した、木の国や文材門や、奈良や重材門も一時停を構える。1702年の大石義を率いる赤楼浪氏が、平吉中邸に打ち入った事件では、一行は、富岡八幡宮の前の茶屋で、最終的な打ち合わせのための会議を開いたと、伝えられる。極帝馬金は、深川で生まれ、平賀県内や松尾場所 井の唄だたかなども住んだ。1878年、軍区町村編成法施行に伴い、深川一帯にある99町が統合されて、東京15区の一つとして、深川区が成立した。ついで1889年、市政町村制施行によって、横実権側より、西側の地域すべてが深川区になる。これらはいずれも現在の江東区深川より、 はるかに広い範囲である。戦後1947年に上東区と合併し、現在の江東区となる。関東大震災後、何度か区画整理と町名改正がなされ、深川区の亀住町、万年町、冬木町一丁目、和倉町一丁目と呼ばれていた地域が、江東区深川一丁目と二丁目に改正された。現在の江東区富岡付近は、 英体島と呼ばれた河口の中巣だったが、江戸初期より深川一帯は埋め立てと開拓が進められた。英体寺、富岡八万宮もここに創建された。また、江戸の吐き溜めは深川へ運ばれて埋め立てられた。近世までは、ただの地のであったが、徳川家康の入国により、天正18年から開拓が進められていた。 尾じ川の北側を、摂津国出身の深川八郎衛門ほか六人が、開拓し、慶長元年に深川村を創建したのが始まりであるという。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内の地下に、都営地下鉄大江戸線が通るが駅は設置されていない。 最寄り駅は東京メトロ東西線、都営大江戸線の門前中町駅、または東京メトロ、半蔵門線、都営大江戸線の清澄白川駅である。江東区の内急深川区については、現在も深川地域とされる。ただし、臨海部については湾岸地域と分類されることが一般的である。深川江戸資料館ができたり、 深川飯が東京駅の駅弁のメニューに登場したりで、脚光を浴びるようになった。また、江東区深川の町域外にも深川不動堂など、深川の地名のつく施設が置かれる。深川祭での水かけ神与深川万年橋本。ありがとうございます。